はい、なぜ冷えました。冷えました。まあ、そうでした、はい、今日はね、これとこれとあとはこれをね、あれしてたのよ、これこれ、あこれキャベツと塩昆布、そうそうそう、あとごま油、やみつきキャベツって言うんだっけ、みたいなやつね、うんうん、そしてこれをもうちょっと食べてるうちに置いとけば食べれるよね。ちょっと時間かかるけどね、少し揉めばいいんじゃない、ずっとしたら食べれるでしょ、すぐ、うん、ご飯だよ、後でだってまだいいとこ、2人とも、うん、間違いないね、おいしい、うん、ナス油吸わせた方がおいしいイメージあるけど、こういうのもおいしいね、ヘルシーだよね、うん、すごい夏に簡単、もうほぼタレ混ぜるだけじゃない、あタレっていうかタレを作るだけ、ナスレンジだもん、うん、はい、次自分作ったの、いただき、うん、どう、最高だね自分で作った、最高だちょっと私も食べてみるわ、うん、いただきます。栗原ちゃんまさんの、いただきます。みょうがとしそって私たち大好きだよね、うん、うん、口に入れた瞬間すごいね、ごまの香りすごいね、ぬねりごまの、うん、これどっかの料理屋さんのさ、お通しで出てきても怒んないね、美味しいね、うん、うん、うん、ごま濃厚、これいい、美味しい、うん、最高、はい、続きまして、じゃあいただきますよ、エビマヨ、野菜も一緒に食っても美味い、うん、一緒にね、はい、エビマヨはパパの味だからね、一緒に食べた方がいいよね、一緒に食べてもいい、美味しい、普通コストコのエビだよこれ、おっぽつきの、はい、いただきます、うん、あ、うん、うん、やばい、うん、うん、これさ、粒マスタードの酸味とマヨネーズがいいの、美味しい、ビール飲みたくなる、普段飲まないのに、あるよ、そしてちょっと、ま、ガーリックニンニク、うん、むせた、酸味でむせた、おいしい、ちょっとこれ急遽ビールじゃない、残ったら飲んでね、はい、では乾杯、エビマヨにビールめちゃめちゃ合うよ、これやば、これみんなお酒飲む旦那さんに作ってあげてほしいね、おいしい。